審判は、安倍工房脚本のラジオドラマ。西村明主演で1963年11月24日に、文化放送、現代劇場で放送された。放送時間は18時18時30分。乗船して取材した船員たちの声や、航海の音にセリフを加えて、ドキュメンタリータッチで構成された作品である。昭和38年度芸術祭ラジオ。 部門参加作品。脚本テキストは、1970年6月5日に、対抗者より刊行された。非戦法案丸と、非戦東光丸の衝突事件、並びに、非戦第三若葉丸の安全阻害事件の裁判の審判が、審判官、神山新一から言い渡された。受信人、木村修一船長は、事件の改装をする。その日、 昭和38年9月6日、台風が近づいてきていたが、会社は出航を遅らせると損失がかかるので、再三出航の見込みを船長に問い合わせていた。台風の進路がまだ定かではなかったので、出航の見極めは難しかった。来年定年となる船長は、今まで二度出航用意を取り消したことがあったが、台風が進路を変えて取り越し苦労だったことがあった。 今回船長は、間抜けな臆病者と思われたくない気持ちもあって、出港を指令した。二等航海士のミスで接続ピンの確認に手間取り、やや遅れて、法案丸は横浜港を出港した。航路は混んでいた。小さな汽船、第三若葉丸の横切りにより、震度を狂わされた法案丸は、狭い通路を進んでいたが、停泊船の陰からやってきた大型船と、 衝突してしまう。衝突までの間、船長の脳裏には自分の責任の所在のことなどが様々に錯綜する。他、現代文学の実験室一安部工房集、作品ノート17。ありがとうございます。